アサカニィフィートとは、日本の競争馬である。中央競馬の平地競争及び、平地重賞競争の最高齢勝利記録を持つ。1998年3月26日、ニーカップ町の共和牧場繁殖分場で生まれる。母スプリームクイーンはアメリカで5個をんだ後に、導入され、アサカニィフィートの出産を最後に、牧場から売却された。牧場では、 第二のキングヘイローにと期待をかけられる存在だったが、ゲートの出に難があり、巨勢手術後の3歳6月に馬としてデビューを迎えた。デビュー後は先行力を武器に勝ち星を増やしたが、5歳シーズンの初頭より追い込み客室へ移行していった。柏木修歩は、スタートが悪くいけないことが多くなったため、結果として客室に幅を増す自在型になっていたとしている。 6歳シーズン始めの中山金牌で重賞初勝利。その後は重賞勝利から遠ざかるが2005年のカシオペアステークスを最低人気で勝利するなど着実に特に冬場に調子を上げて存在感を見せた。2007年には9歳で出走した小倉大賞天をトップハンデで勝利。9歳馬の平地重賞勝利は2002年。 シルクロードステークスのゲイリーフラッシュ以来2投目の快挙だったが、翌年の小倉大将店を10歳で連覇して自ら記録を更新、平地最高齢重症勝利記録を打ち立てた。2009年2月7日、3連覇のかかった小倉大将店でとの負けに終わり、6日後の2月13日付で競争場登録を抹消された。現役最終戦の隣枠は同期のダービー馬。 ジャングルポケット3区のバトルバニアンだった。通算76戦11勝。一番人気での勝利は一度もなかった。引退後は、功労馬として、共和牧場トレーニングセンターで、つなぎをされている。2020年11月より、共和牧場へと移されている。ありがとうございます。